年のラストバッターを務めますのはシニスターミニスターです。父オールドトリエステ、母の父ザ・プライムミニスターの18歳です。種付け料は受胎条件の250万円としましたが、今年も早々に多くのお申し込みをいただきまして、すでに満口とさせていただきました。昨年はダート競馬の祭典 JBC 競争の新設重賞 JBC 2歳優秀を北海道競馬所属のラッキードリームが優勝、3区の連続重賞勝利記録を4年に伸ばしました。本年も先週日曜にはグローリーグローリーが白麗ステークスを勝ち、オープン入りを果たしました。中央地方ともに右肩上がりとなっております。昨年の1歳市場においても素晴らしい結果となりました。43頭中42頭の産区が売却、売却率はなんと 97.7% を記録。セレクションセールでは3500万円、サマーセールでは初日最高額となる3200万円で売却となるなど、平均売却価格でも昨年を大きく上回る1015万円を記録。産区の評価はさらに上昇しております。お知らせいたしました通り、余生種付けは満口とさせていただきましたが、3年株の売り株が出ました際には事務局 JS のホームページノミネーション情報にてご案内いたしますので、お探しの方は随時ご確認いただきますようお願いいたします。あ、もう始まってんだ。新スターミニスター、明日 G3 佐賀記念には3区アシャカトブが出走を予定しており、ますます3区の勢いがつく結果を期待しております。本年もシニスターミニスターをよろしくお願いいたします。以上、シニスターミニスターでした。ありがとうございました。